はい、即家塾の久保です。今回はですね、楽しく、楽に、1億円を稼ぐ方法ということでお話をさせていただきます。えー、まずはね、ビジネスなんですけども、これね、ビジネスとか金稼ぎって言ってもいいと思いますけども、あの、やればやるほど、まあ、いろんな経験をして、いろんな知識が入ってきて、分かるようになってきます。分かるようになってくれば、それがね、得意になってきます。 得意になっってきたらもっとやります。どん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 面白くなってきます。まあ、そしてですねビジネスとか金稼ぎってお金を払う人のことを考えるんですよね。でお金を払う人が自分の選択でその方自身の選択で明確な意思を持って選択して喜んで商品を買うわけなんですよ。無理やり仕方なく買うことってないんですよ。 うわあこんな商品にお金払いたくないな嫌だなと思いながら払わないんですよねものすごく期待して自分で選択してもうこれしかないと思って究極お財布の紐を開けてお金を出すという最後の選択に来るわけなんですよ、まあ、ですんで、えー、そういうふうなね喜んで買ってくれる姿を見るっていうのはあのビジネスをしてて一つの喜びの瞬間ではないかなと思うんですよ要するにどっちも喜んでるんですよね で、ましとかインチキとかっていう問題もあったりとか商品買ったけどうまくいかなくって不満があって被害者になったって言いますけどもそもそもねあの全ての商品って買った後にそれを自分が満足度をどこまで高めて感じれるかとか不満を感じるかっていうのはこれはねどんな商品買う時でもあのどんな人から買う時でも付きまとうリスクなんですよ。でそのリスクがないのがリピートしてるってことですよね。 だからもう何ですかね水道から水出ますよね、次の日また水道から水出ますよね、この水質が毎日変わっていったら分かんないですよ、リピートしないかもしれないですし、満足度は低いかもしれませんけども、5年経っても、10年経っても、20年経っても、同じような水が出てるから、信用してまた蛇口をひねるわけですよね。 で、同じようにですね自分が選択した商品が一番最初に買う時っていうのはちょっと分かんないですよそれは失敗するかもしれないっていうリスクを込みでいろんなことを検討するわけですよねでも最終的にはお金を払うってことは期待してドキドキしてワクワクして手に取ってくれるわけなんですよだからそういうところにね関われる販売者として買われるビジネスっていうのが面白いということはありますだからこれがね面白くて楽にお金を稼ぐ方法の一つの手がかりなんですよえそしてですねあの吉田さんが言われてましたけども ままあななりししたととビジネスをしてないとでゲームばっかりをしてますとでゲームをしてレベルが99になっても何つらいんだみたいな感じで退屈になるみたいなこともお話しされてましたけどもねこれはですねそのレベルが99になっても面白いゲームを選んでやればいいのにそういうゲームを選んでないもしくは暇になった時にゲームっていう面白くない自分が面白いと感じないものを選んでるっていうところのこの選択がまずは違うんではないかなと思うんですよ。 どこまでやっても面白いものを選べば自分の暇な時間を充実させることができるのになぜか面白くないものを選んでいるもしくはゲームを選択する時にこれ商品と同じビジネスと同じなんですけどもゲームを選択する時に一定の時間をそこに割くわけですよね一定の知恵とか意識を割くわけなんですよでも結果つまんないっていうリスクもはらんでるんですよゲームってのは。 でもゲームってのを何個やってもつまんないっていうことではなくってきっと自分が本当にね心血注いで10年も楽しめる20年も楽しめるゲームってのがあるはずなのにそれを選択してないんですよね、うん、だからあの YouTube とかネットビジネスとかもそうですけども何をねクリックして何を買うかっていうのと全く同じ理屈なんですよ。 自分が何を選択していいと感じるのか悪いと感じるのかっていうのは自分の選択のセンスの結果なんですよね。だからそこにはある意味投資っていう部分も入ってきます。自分の意識を込めてそれを選んでるわけですからね。でビジネスも同じでどんなビジネスを選ぶかによって苦痛とともに人に恨まれながら。 お金に向き合っていくビジネスもあれば自分も楽しい自分も楽を感じるお客さんも楽しいお客さんも満足度を感じるそういった接点のあるビジネスっていうのが見つけれるはずなんですよそれをだから購入者の方と販売者の方でお互いに模索してるのがビジネスの突破口だと思うんですよねそうじゃないものを取り組めばそれはビジネスでストレスが来ますよ接客業でストレスが来るそれは接客業をやっちゃいけない人がやってるからもしくは接客業に来てはならないようなお客さんを相手にしてるからなんですよ クレーマーマですとかねだからそういうことをよく考えていくと我々はまだまだねやる方法があるんですよ。えー、まあゲームでもビジネスもそうですけどもつまらないゲームをするとかねつまらないビジネスをするっていうのはやめてうんだから、ね、ビジネスがそこまで面白くないんだったらビジネスを やらないってこともありますビジネス以外にもお金を手に入れる方法はありますからねだからビジネスしか稼げないっていう先入観もなくさないといけない固定概念もなくさないといけないと思いますそして暇を楽しめる人はどんどん暇になればいいと思います暇で退屈を感じる要するに暇を使いこなさない人はやっぱり暇な時間ってのを持たない方がいいと思いますしねという意味で同じような意味で1億円を稼ぐことが楽しめる人は1億円を稼ぐ こととが楽しいと思うんですよでも1億円を稼ぐのにストレスを感じたり苦痛を感じたり申し訳なさを感じるんだったらその方は1億円を稼ぐここことととはやめるべきななんですすよよ番最初の突破口出発点がここにないい苦しむと思いますよお金に人は苦しめられてお金に人は喜ばされてね幸せを感じさせられるどの側面を見るかっていうのも自分で決めることなんですよ。お金に苦労してる人はお金の苦労する面を見てるんですよ。 お金の苦労する面によって救われてお金によって感謝される側面を見ていけばいいんではないかなと思います。それではまたこのシリーズはね引き続きやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。